いや、禁止するわけないじゃないですか。何言ってるんですか。あれおかしいな。いや、だって別にあれあってもキャラに変わんないし、別に一部状況下で相手が詰むだけで別に変わんないです。あれでキャラなんか上がるかと言われると、いや別にでも、うん、そんなに、そもそも超強い状態って3ゲー近くあって1ラウンド先取してる状態でしょ。ああ確かに。いやまあでもね、うん、苦労するのはベンぐらいじゃないの。だって牛会話に逃げていくやつを終わらって意味キャラだったら別に終わらなきゃガラガラして言わないからさ。ありありですよ。消えたければ、いや無敵になりたければなればいい。はい、問題ないです。無駄だ、そこまで。当店はルールなど設けておりません。ダメらしい。追い込むから力、そこまで。ダメージ切り替えで遠隔し、そこまで。そこまで。さあベネベンが似たてからの大将引きずり出す。さあそこまで。さあセリア錦式は先ほどのクティーラと同じで、そこまで。まあ 1.5 ゲージ以上ある状態で駒投げ刺したら終わるんですが、まあそうそうね、地上で投げを食らってくれる相手はいないんで、まあどの辺とも難しいところですが、ワンチャンはありますね。立ち、処理から、さあセリア側は体力負けてる。ベイン側は待つ形、ワンチャン調節直前である。エンディ逃げる。さあラウンド取るのはベネベイン、そして三立て王手。おっと、駒は今回駒の威嚇で空中飛び道具を設置。選択無駄だ。まあベインは空中飛び道具や立ち回り強化、駒投げが、爆発力的なワンチャン強化で、超設置の方はあれですね、まあアベレージ上げる感じですね。そこまで。全体的な火力アップ。そこまで。当て身は一部状況下ですごいダメージ取れるんで強いんですけど、相手キャラは合わせ合いかな。これはワープは捉えられない。さあゲージ差あるが、錦木はもうこれワンチャン危ないので慎重にいきたい。ゲージを吐いてでも倒しておきたいところだと思うが、さあそうしなくても火力は高くてラウンド取り返す。さあデータ BD、 いいしゃがんでしまって真っ二つから、はい、まずはダメージの基本ダメージ、この高さ錦の強みですが、あの錦戦は設置登る設置はあんま機能しないんで、僕なら EX 設置で、あーっとしかし体力がない。これは終わる。さあ2立てで終わり。大将ピッチカートがなんとか踏ん張っていく。さあ問題はピッチカート、ゼリア錦、この後続く2キャラは両方ともかなりです。はい、まあただ錦戦のかなりがどういう動きがいいのかを知らないと
ちょっと慌てるかもしれない。台車乗ります。台車2000でよろしくお願いします。優しい。さあ飛び道具打ってしまった。かけていく。感覚はない。強気にいく。昇竜ノーマルフィットで助かる。さあ大岩さんは流星を選んでないので、昇竜カウンターから飛んでやばい痛いのはあんまないが、代わりに地上の、あっとこのミス。さあデッドリストで突っ込んでくる。届く。ダッシュ引っ掛けて、あ受け身を取らないのは、お取った。名前チートすらありどうする。でしかし一回何かさせればこっちも勝てる状態。ゲージが欲しい。悩むところ。さあまあジャンプリーが巡り判定、まあ、かなり壊しで透かせるんですけどね。まあかなりは壊しがそう透かせるので、裏に 回った時は壊しで着地を狙えばジャンプは食らいません。ダメらしい。美味しいでかい。さあ先行宇宙さっきからは。さあここでヘルズが飛んできた。拾い成功。当たる。とりあえず毒。さあタクティカルからなのでダメージは相対したことはないが、なんか切り替わっていく。さあこれは使ってコンボチャンスだが、欲張ったら間に合わなかった。サンゲージ今度はたまずエクシード。ラッセン、あっとこれはもう一回ラッセンでよかった。タクティカル。さあジャンビー、ジャンディさあ当てみよう。台車取れます。さあここは厳しい。タクティカルもう行くしかない。様子を見てる場合じゃない。さあここでピッチカーとセリア錦が逆に立ての形。さあそして大将戦です。さあ大将戦。ここからバックジャンプシーが刺さる。開幕から投げて、どういうちょっと強気の選択肢だが、まずは見せておく。無敵技も打つよと。落雷。さあ落雷確かに強いですね。さあ今の飛びは綺麗に
高木のダッシュに当たる。刺さって、さあこれコンボ選択悩んで繋がれない。わし置いていく。さあこれ突っ込みすぎるとあれだが、ジャンビーがねかなり錦戦でもかなり有効なんで、ジャンビージャンディーをうまく使っていきたいところですね。さあやって、さあおっとエリアルロイト、さあ流星を選んでいるので空中からのリターンも結構高め。だがターンが取れない。ジャンビー、おっとここまさかのヘルズ。さあピッチカート、今度は逆にサンタテ王手の形。アイチ、アイチ拾っていく。ほら焦がして、あっと錦木は置き手がしづらい。さあのらりくらりとお互い上をどう取るか、そういった戦いですね。さあほら流星届くよ、拾って、あーしゃがみ、しゃがい、あしゃがい、しゃがいが、かなりはあれですね、流星がどの位置でどうなるとラインで拾えるかっていうのはね、何度もやって感覚を覚えないと流星使うときは厳しいですね。当たれ、これはおっとゲージは使わない。とりあえず基本コンボ、そしてかなり間もなく3ゲージ。さあなんか刺さればどちらにしても終わらせれるが、当たった、しっかり出せんシフト、何でもいいから拾えば。さあ勝ちそう、ここで1本取り返したのがウミンチュー、かなりさあ奥側、試合が終わっている。さあ奥側勝ったのは鉄山高カトリングが最後勝っていったので、さあ鉄山高ソニアンサダコゼチームの勝利ですね。じゃああとは一大進行でいこうかな。さあエントリー表動く、そうですが、はい、さあこちらも対象、おっとオルくんいる、オルくんを設定奥側通常にしちゃってください。ああいいよ、こうやってないけどこのまま行くから、はいはい、当てたんですね。はーい、これで、ね、シード使ってしまったが、ぶっ込んできた奇襲螺旋タクティカル。さあもうちょっと高ければ助かったんだが、飛びかかりにタクティカルの方が勝ち。さあ時間はあるがタクティカルまだ残りそう。さあデッドリー、勝ったのはピチカート、セリア2。さあオルル君の大パン、さあ勝っていくのがピチカート野獣先輩ディスチーム。はい、じゃあ大会外残りは一大進行でいくんで、残ってる1回戦、モリカドル、マハゲ、ヒゲ、バガス、エフタニ、アルエット、ウズチーム。はい、じゃんけんお願いします。はい、いない、始めるよ。エフタニ、アルエット、ウズチーム。新しい。さあヒゲマハゲ、ヒゲマハゲ、お、どこだ、ここか、モリカドルさんが奥ですね。モリカドルさん行った、モリさん奥行った、あ、もう座ってる。先方はモリカドル、対して誰が出る、モリカドル光る。さあ最近これ出るのはウズクティラ、このチームよく見ると
上級者上級者上級者、二人弁アレットセリアツウズクティーラー。さあしかし向こうには下の公認。さあまずはたった一人の中級者、中級でになってる森さんが5人の上級者に囲まれてるのこのスリオン。さあなんか一発かましておきたいところですが投げが続く。受け身取った後のシステム TR 本に書いたんですけど知らないとあの後まあ、当然暴れても暴れてないんで投げられますよねっていう前提も出ないしね。さあ一方的なこの形わからんごろしきたラウンド取りはウルスクティーだ。まあシステムページの方にね TR 本特にこうピックアップせずにさらっと短め書いてあるんでまあいや、あんまり気づかない人は気づかないかもしれないけどさらっとねさらっとこうちょっと危ないこと書いてあるんでまあよく目を通しておいてください。当たるよいしょまだ剥がない。さあいいナックルだがちょっと噛めない。さあエクシードこれはミスらなければといったところで2回目で終わった。まずはウズクティーナが1人抜き。さあ次はマハゲケット氏。さあここで先にケットを出してくる。さあ後ろに控えてる錦とベインという形的にはさあこのケットを倒してくれた方がかなり嬉しいですね。サベの方がまだ戦いやすいんじゃないのかベインと錦は。さあ対してクティラ側はクール車があればなんですがそんなにケット戦困んないんだけど空中設置じゃないと地上設置なので妹はちょっとめんどくさいです。ただ遠距離での芸者目能力は圧倒的なので、まあ、どうやってもケット側は攻めないといけない。そこら辺をなんとかついていきたいが開幕から押し込まれてクティアをターンが来ない。キャッチ中断刺さる刺さるいいように刺さっていくデラ。さあ普通にコンボ投げて妹はちょっと遅かった。さあ一方的な展開ラウンドからマーゲケットし。お失礼します。あスタにらめっこかな。先に動くのはゲット危ない位置。さあケット戦は空中戦は気をつけましょう。空中戦が一番最新の注意払わなきゃいけません。さあ画面端ここさあ無理やりでも中央へ台車取れます。台車取れます。さあこの位置は安い。さあ上からかぶさるのは結構難しいです。さあこれはエクシードでおっとしかミスる。さあ地上設置は妹がいるときは置くのが怖いという人が欲しいですね。さあ3ゲージあるのでワンチャンお互い。まあまあさあでも妹は飛んでくるんです。タクティカル妹拾いからおっとコンボミスで救われた。サバと当たる
空中ガードは可能ですよ。投げて刺さって、さあ妹と中下段同時着が今出なかったですね。妹がはい、下だ投げよ、ジャンプだがめぐりび変わっていくのはマーゲケットし、これはおっと、さあケットにベイン、まあケット立ち回りはベインつらいけど、ケットあのリバーサーコードが実はあんま強くないんで、まあ置き攻めに持っていければワンチャンツーチャンスでっていうパターンはありますけども、あケットバックステップが早いせいでね、ベインのあの攻略本に書きましたけど、裏設置の置き攻めやるとあのケット地上くらいするんですよね、バックステップすると。で前転すると置き攻め継続だし、でリバーサのバルーンはベインが普通に壊し重ねてるんで、あれバルーン当たんない、 DX 昇竜ぐらいしかない。俺が貴様を終わった。さあ1、さあピンクのベイン、さあこれは次食らったらいきなり、おっと待ってください、ピヨッター、あっと当たってしまった、もう死んじゃえと、おわしく早いタイムアタックのようだ。さあラウンド2、だしあの妹はね、突っ込んできたのに反応してエンタシー触れると強しが強いですけど、これ結構怖いですよね。画面端、はい今度はお返し、始まったな、バルネペお前おばへ、おっとこのも見せ、とりあえず中央へにいるは基本、投げ受けてめぐりチャンシー、あのジャージ本当強くなりましたね、どこまでめぐるんだっていう、はい投げ出し手が出ない、裏に回ってしまう。さあしかしベインが 2.3、 これは触って当たると3ゲージ届いて終わるよと、対してゲット側も2ゲージ、そこまで、さあ地上コンボが終わる、わっしょい、わっしょい、終わった。さあ勝ったのはエフタニベイン、さあ先に大将出るのはヒゲサーグラス、さあ F2 ベインはね、あのベインというキャラを勘違いさせるには十分な動きをしてくるんでね、こんなに攻めるキャラじゃないですまあしかし通しているので F2 スタイル、ガン攻めの F2 スタイルである。俺が貴様を終わる、無駄だそこまで、オッケー当たっていく、アドリブ、そこまで、さあ迷いがない、ここで触り勝った、そこまで、サベ側がまだアンコボ、そこまで、当たっていく、そこまで、設置受け線当たる、立ちくらい何か出していた、さあ判定が強すぎる、ここはゲージを吐いていく、十分なダメージ、さあ向こうは3ゲージ確保、当たってエンディ
そこまで無駄だ。さあゲージが徐々に溜まってきた。天川無駄だ。あいち、さあ続けてディスライサー残る。削りに行った。今即 EX だと多分抜け出すね。下段出る前に。さあゲージサールがラウンドだったのはヒゲサールです。そこまで。さあバックジャンプから引っ掛けて EX スライサースマッシュまで決めて、いいダメージ。めぐりはガード、投げて見せかけての禁止。無駄だ。まあ、ベインはああいう細かいところを見せてね、なんかジャンプとがめていかないと上レッパされますからね。上レッパに何か引っかかるような、ちょっと怖いけど打っていかないといけない。突きが、タクルが打たない、繋がっていない。実際さ引っかけて昇竜カオキャン、これは拾える。あっと遠心だった。しかし美味しい。あ君は取らって、あーっとエクシード発動、サッシュ3段お決まりのミスらない。とりあえずドンティルトからきっちり最後は出し切って大将戦に持っていく。さあこちらの大将はアルエットセリア2回さあ大将対決です。さあですね、ネオウェーブ大会のエントリーも開始してますんで参加費無料です。大会と言っていいのか分かりませんが、ネオウェーブのランダムツールズ大会です。はい、キャラクターは毎回書いてもいいので、とりあえず参加できる方はエントリーしておいてください。さあ今回はね3位4位まで商品があるんで3決もあるんでね。さあちょっと開幕は遠距離戦から、立ちウィスサイサーギーサーが広がっていく。ガリア、触り合い。さあお互い一方的に触れる場所だけを触す感じ。からのシャーディは間に合わない。遠距離戦長い勝負からエンディが漏れて体力差が徐々に広がる。刺さって、まあ、とりあえずデッドリーでゲージョンゾーン。タッチが出た、タッチがジャンエが出た。さあここで裏からシャービー引っ掛けて、さあじわじわと。さあそして時間がそろそろ、ここはあっとコンボミスだが、とりあえずダメージ取ってタイムリード、かぶせていく。さあ残り時間が20秒切って、メガビームを読んでいくが何も出していなかった。おっと体力さあ変わって、カウンター。さあ逆転していくアルトセリア2回。合わせて、デッドリー逃げる。体力リードはヒゲエッサウト、あるある。メガビーム、メガビーム、
空中引っ掛けた。生焼きシード立ち当たるが顔ちょっとデッドリーガードビームは打たない。メガビームサーベが残るが、さあ EX デッドリー。勝ったのはアルトセリア2回財布にあげると宇宙が勝ち上がり。